ワインソンワイナリーはワインを生産する建物、または不動産、もしくはワイン会社などワイン製造に関わる事業を言う。ワイン販売会社によっては自社ワイナリーを所有するものがある。ワイン製造の設備のほかに大規模なワイナリーでは倉庫、瓶詰めライン研究室、巨大なタンクなども備えているものがある。ワイナリーは通常ワイン職人を雇用して 以下のワイン醸造工程により、ドウから種樹のワインを生産する。この工程では、果実の発酵及び果汁の熟成とブレンドが進行する。このドウは、ワイナリー所有のドウ園で生産したものである場合も、他の場所で生産したものである場合もある。多くのワイナリーではツアーを模様し、顧客が購入を決定する前にワインを試飲できる、試飲室を備えている。 国産ワインの需要、人気が高まるにつれて、北海道から沖縄まで各地にワイナリーが開設されている。ワイン用武道の大産地である、山梨県や長野県などに多く、観光客や購入者が立ち寄れるワイナリーもある。大手企業が運営するワイン工場もあれば、近年では、東京23区などの都市部でも小規模な醸造所が開設されている。校舎では、 他県から仕入れたブドウを使う場合もあれば、練馬区や高尾地区など都内産ブドウだけで醸造するワイナリーもある。アメリカ・カリフォルニア州のナッパバレーやそのマバレーなど広大なワイン産地でほとんどの住民がワイナリーに従事する土地やイタリアで長い伝統を誇るワイン産地などでは至るところにワイナリーがある。ブドウはどこにでも輸送できるので、 ワイナリーは、どう園に隣接しているとは限らない。さらに、他のフルーツや植物を原料にしたワインも作られ、他の素材が育つ土地では特殊なワイナリーが出現する。例えば、マウイ島では、パイナップルのワイナリーがある。アメリカ、イタリア、スペインのワイナリーでは栽培データを無線で採取し、最適状態に保つなどの精密農業化が行われている。近年、 アメリカ合衆国の数多くの州ではワイナリーのライセンスにファームワイナリーというクラスを新設し農場が敷地内でワインを製造販売することを許可した農場ワイナリーは商業ワイナリーと違いその農場内でワインの原料となる果実を生産し最終製品もその農場で販売するニューヨーク州などでは観光地に 付属の販売店を開設する特別許可を与えている。ニューヨーク州が1976年に議決したファームワイナリー法は他の州が類似の法律を成立させる手本になった。農場ワイナリーは普通商業ワイナリーよりはるかに小規模である。農場ワイナリーには極めて高品質のワインを生産するものがある。ワインコンテストは部門優勝して プレステージの獲得を狙おうというワイナリー間の競争が熾烈である。農場ワイナリーは、不可価値営業の一形態であり、また、利益の年出に奮闘する農夫にとっては、アグリツーリズムともなる。ワイナリーの汚水は、ワイン製造の道具や、設備の洗浄の際にまず発生する。汚水の量と質は季節により差を生じる。汚水の取り扱いは、回収、場合により処理。 その後排水、または再利用となる。ありがとうございます。